豆腐を売るならツーローフ。ツーローフ八王子店店長武田とツーローフアシスタントのすーちゃんです。今回はなんでそんなに高いの、スタップオンマックツールズの話。自動車整備の工具ですよね。そんなに高いんですか。はい、ちなみにこのラチェットハンドルなんですけれども、うん、新品で1本2万円くらいしますね。そんな高いんですか。はい、スタバでフラペチーノ30杯も飲めますね。しかもこれにソケットのセットを買わないといけないので、うんうん、ソケットのセット2万円くらいしますので合計で4万円くらいかかりますね。めっちゃ高いですね。私もツールオフに入った頃は、うん、なんでこんなに高いのか、ホームセンターでも同じような商品があるのになと思っていたんですけれども、高いには高いなりの理由があります。今回はそんなスナップオンや、マックと他のメーカーの違いを紐解いていきます。それでは本編どうぞ。こちらはラチェットハンドルですね。ボルトを回すときソケットをつけて、こういった形でソケットをつけて、うんうん、よいしょ、使う工具になりますね。はい、でスパナだと1回1回こういった形でキュッと締めて戻して、キュッと締めて、こういった形で1回1回抜いて刺してを繰り返して回すわけですけれども、ラチェットハンドルになってくるとこれをこんな感じで、すごい便利ですね、はい、抜かずに使えるのですごく楽に話しますね。はい、で今カチカチカチ とラチェット音がしてたんですけども、これがラチェット飛行のギアの音になりますね。はい、でギアが引っかかることで一方向にしかボルトが回らないようになりますので、ボルトを締めたり緩めたりすることができるわけですね。はい、ちなみに、ラチェットハンドルとソケットを100年以上前に初めて商品化したのがスナップオンなんですね。100年以上も自動車整備を支えてるんですね。そうですね、スナップオンマックツールズはこのギアの細かさが世界トップクラスですので今でも人気があります。はい、ちなみによいしょ、こちらがギアが18枚のものになりますね。はい、こんな感じで、同じくらいの速度で回しています。ギアの枚数は全然違うと思うんですね。こちらが100枚のギアになってます。細かいと何かいいことってあるんですか。はい、こういった狭いところボルトを外すときに、ラチェットがうまく回らない、触れないときがあるんですが、ギアが1枚でも多いとこういった形で回せる。なるほど、はい、18枚のギアだともしかしたらギアが効いてくれないときがある。あ、一応ギアがでも1個しか効いてないですね。はい、あー、はい、その分だけ回数がかかるってことですよね。はい、そうですね、こう回す回数が、またスナップオンマックツールズは他のメーカーより壊れにくいという点が挙げられます。例えば車をない人さんにお客さんが来ました、そこで工具が壊れてしまいました。こうなると仕事が止まってしまいますし、納期が遅くなると信用もなくなりますよね。なので、整備士さんは一番壊れにくい Mac やスナップオンを使いたいわけですね。なるほど。ということは性能が良く壊れにくいから値段が高くても選ばれるということですね。そうですね、はい、そして、ネームバリューもありますね。例えば一流の料理人が安そうな包丁を使っていたら、お客さんから見たらちょっと不安になりますよね。うん、一流に見えないかもしれないですね。はい、それと同じで整備士さんがスナップオン、マックツールズを使っていないと工具に詳しいお客さんから腕を疑われたりする可能性があります。なので若い頃は先輩のお下がりを、また安い工具を使うことで下積みなどをし、そこで稼いだお金でスナップオンやマックツールズを買うというのが、若い整備士さんの一つの目標になります。はい、スナップオンマックの特徴をご説明します。今回はちょっと、長くなってしまうので、こちらのラウンドヘッド、ラチェットハンドルについて比較いたします。こちらが、マックツールズ、こちらが、スナップオンですね。だいたい同じスペックのものをご用意いたしました。ヘッドの大きさ、こちらのヘッドの大きさはほぼ同じですかね。ただちょっとマックツールズの方が小さいですね。でハンドルに関してはちょっとこれプラスチックのハンドルなんですけど、うん、でこっちが、ソフトグリップになってますけれども、だいたいマックツールですというこのグリップですね。はい、このグリップになります。はい、スナップオンと比べた時にマックツールズの方がハンドルが太め、スナップオンの方が細めになってます。ギュッと握りたい時はマックツールズの方がこれ便利なのかなと思いますね。で、スナップオンの方がやっぱり細いので収納には便利かなと思いますね。一番見ていただきたいのは先端ですね。切り替えが片手でもしやすいっていうのがスナップオンになりますね。マックツールズはちょっと溝が浅いのでちょっと片手では難しいかなっていう感じですね。切り替えがちょっと難しい。はい、両手でこう回していただく
晴天逆転はこれ両手で回していただくということになります。ただ Mac Tools の方はソケットを挿して撮るときにこのボタン、このボタンですね、押していただくとスポット取れる。おお、簡単。はい、オイルとか手についてると意外と取れなかったりするんですね。なるほど、はい、ですのでこの機構はかなり嬉しい機構になりますね、うんうんうん、ラウンドヘッドラチェットハンドルだけでもこれだけの違いがありますので、うんうん、ラチェットは Mac Tools、 スパナはスナップオンみたいに使い手の手に合った方を選んで扱いますね、うんうん、ちなみに私は Mac Tools の方が日本向きに作られていいかなと思ってるんですけれども、うんうん、スーちゃんはどう思いますか？スナップオンは高級感があって工具箱の中を埋め尽くすとやっぱ仕事に気合が入りそうですね。そうですね。ここで突然ですが、日本のメーカー負けてないよ、私が選ぶ自動車整備工具メーカー参戦。整備士ではないけど自分で自動車をいじりたいという方にお勧めしたい日本の工具メーカーを3社ご紹介いたします。まず最初にこちら KTC さんですね。どんなメーカーなんですか？スナップオンマックに一番近い日本のメーカーというのが KTC になるかと思いますね、うんうんうん、はい、商品の種類が多いのと、日本の自動車整備工具シェアナンバーワンという信頼性があります。創業70年の老舗ですので、信頼性がありますね。次にトネさんですね。日本らしい名前のメーカーさんですね。はい、ちなみにトネはトネ川のトネから取られたそうですね、うん、トネの特筆すべきはラチェットです。使いやすくて安価なので初めてラチェットを買う方ですね、おすすめですね。自動車整備だけでなくて機械整備、建築の分野でも活躍しています。最後にこちらディーンですね。あまり聞き慣れないメーカーですね。はい、ディーンは最近評判が上がってきた工具メーカーです、うん、スナップオンマックなどを扱う販売代理店から出しているブランドなので、スナップオンマックなどのいいとこ取りをした機能性の高い工具が魅力ですね。日本にもいい工具メーカーあるんですね。そうですね。最後にハンドツールの中古市場についてです。ハンドツールに限りませんが、総合のリユースショップに買取を依頼するより中古工具の専門店に依頼した方が査定が高くなります。なぜかというと、総合リサイクルショップの店員さんは工具を熟知しているわけではないので、動作が正常なのか流行りの商品なのか判断ができず安く査定してしまうからです。中古工具専門店ではそういったことがないので高値で買取をさせていただいております。特にスナップオンマックツールズの買取は高値で取引させていただいております。お父さんが使っていたスナップオンのキャビネットが工具が入ったまま埃をかぶっていてという方は、出張買取を行っている店舗もありますので、ぜひ一度お電話でご相談ください。またツールオフ店頭では中古の工具の販売を行っております。基本的に全て一点物ですので、気になった時がお買い得です。ご利用ご来店お待ちしてます。